吉田さん、愛っていうのはお金で買えるのかどうか。確かに、ね、この言葉っていうのがちょっと鋭すぎて受け入れがたいところあるんですけども、今私は月末になるとね、金利ですとか支払いに追われてた暮らしから離れて全く逆の暮らしをしてるんですよね。それは時間が経てば経つほど金利ですとか利回りってのが入金されるっていう暮らしなんですよ。どういうことかっていうと、世の中でなんでね、お金に苦しんでる人がいるのか、なんでお金に感謝している人がいるのか、お金っていう誰かが作った創作物に対してなんでこうもね、裏と表があるのかってことなんですけども、私が思うところ、これは結局金利を払う側に回らされているのか、金利を受け取る側に回っているのかっていうところが非常に大きいと思うんですよね。で、お調べて金利を払う人っていうのは労働という最も消耗が激しくて効率の悪い方法でお金を作り出して、そして散々税金だの何だので絞り取られた本当にわずかなお金から金利まで払わされてるんですよね。金利という本来存在しなかったものを払い続けないといけない。だから月末になると支払いが近づいてきて苦しいんですよ。でも誰かの支払いは誰かの所得、受け取りなんですよね。金利を受け取る方っていうのは待っていればお金が入るんですよね。でしかもこの金利とか利回りっていうのは最も税負担も低いわけですよ。さらに金利を受け取るための経費っていうのも全て計算できるんですよね。ということは富裕層がね、労働ってものから離れて金利っていうものに特化するのは、それは自然の流れだなと思いますし、お金の勉強って何をすればいいのかっていうと、まさにこの金利の仕組みなんですよね。まさに複利の法則っていうのはアインシュタインがね、人類最大の発見だとか言われてましたけども、ゾッとするほど感じるのはこの利回りとか金利とか複利ってものを全く知らずに全く関わらずに常に払う側として一生が終わったとしたら何だったんだろうなと。他者のレバレッジになってその中で自分は何ができたのかなと思っちゃうんですよ。で、今私はおかげさまで隠居して5年ぐらいになりますね。もちろん周りの人に金銭的にいろいろと報いてるところが多いですけども、最大のものは私が自由なんで、この体を誰にでも今で預けることができるんですよ。どんなことでも協力できると。当然ですけども、吉田さんのように車をプレゼントっていう選択肢もできます。私の場合は、一昨年ですね、一昨年からそのもう一個前の年2年ぐらいかけて、まあ両親家族さまざまなところに一緒に旅に行きましたね。ある時は車で行ったり、ある時は飛行機で行ったり、ある時は船で行ったりとかするんですけども、ものすごくね、私が幼い頃にしたかったこと、まあ多少お付けがわしかったのを知りませんけども、まあ両親のね生まれ故郷に行ってみたりとか、その模様を動画で撮って編集してねプレゼントしてみたりとか、会いたかった方に一緒に会いに行ったりね、でいろいろとゆかりの地を日本全国訪ねて行ったりとか、この思い出ってのは全部お金がかかってるんですよ。しかも今私はこの1年ね、いろんな感染症の問題で派手に出かけはしなかったんですけども、ただね、毎日ね一緒に過ごす時間が持てています。不思議ですよね。この40代の半ばを過ぎた男が4070問題ともすれば5080問題が吹き荒れるこの世の中に、ゆっくりとね両親と北海道フェアに天満に行ってランチを食べてみたりね、でお土産を買ってきて振る舞ってみたりとか、子供と一緒に、公園でねのどかな午後を過ごしてみたりとか、一日一日が貴重な時間だなと思います。健康だからできるし、お金があるからできるし、その健康とお金を維持するのに、まあ、多分愛情ってものがね根底にあるのかなと思います。もちろんお金をかけない愛情表現もあるでしょうけども、お金をかけない愛情表現とお金をかける愛情表現、どっちもできるというところと、やっぱりね私の母がねたまに言うんですけども、これからね貯金を切り崩していく、そんな日々が来るかもしれないって言うんですけども、私は貯金なんて切り崩さなくても俺がいるから金に不自由させることはないよっていうふうに大きな声で答えることがねできるわけですよ。で実際毎月毎月まあ、お小遣いって言ったらねあれですけど、大お小遣いですね、まとまった金額をドーンとお渡ししてね、
それこそ一家4人5人が暮らしていけるようなお金を毎月毎月お渡しして、不安がないように、そしてやっぱり私が幼い頃からやりたかったことですよね、両親に恩返しをするっていうかね、金銭的にお小遣いをドカーンと上げるみたいなね。それが隠居してずっとできてるのは全部ね失礼しました、私がお金に対してありがとうっていう瞬間ですね。前回に引き続いてお金ありがとう、お金のおかげで俺もちょっといい思いができるよと、お金のおかげで恩返しできるよと。で、時にはね、視聴者さんとの相談ごとのすでに、多少の援助をねすることもあったりするわけなんですけども、やっぱお金がなかったらそこで終わりなんですけども、なんか私なりにできることがあるなと、食品を送ってみたりね、それから他にもね、さまざまなことができたかなと思いますね。やっぱり誰しも誰かのために何かをしたいと思うんですけども、そこにはお金がかかる場合が多いということは、愛情表現にもやっぱお金がかかるんですよね、恋愛だけじゃなくても。そう思うと、やっぱりどっかで稼げる瞬間に自分が出会っていかないといけないし、稼げるようになったらずっと稼げるんですよね、きっとね。稼ぐってのは要するに誰かのお役に立つってことだと思うんですよ。で、それがありがとねじゃなくて、もうね、お金を受け取ってもらわないと申し訳ないぐらいありがとうございましたっていう風な気持ちになっていただいたのかなと私は解釈するんですよ。だから私もね、やっぱりいろんなサービスを受けた時にお金をどうしても払いたくなるんですよ。この人の、全身全霊をかけたね、全知全能をかけたサービスが私に向かってきたんだなと、ありがたいなと、お金には変えられないけどせめてお金渡そうかなっていうね、本当にお金に対してすごくピュアというかね、ありがとうお金って感じで、お金と仲良しみたいな気持ちでございます。はい、それでは今日はね、お金はお金で買えるのかと、まあお金で買うっていうとね、ちょっと表現がきついんですけども、まあでも簡単に言えばお金で買ってる面もあるかなと思いますし、できれば愛をお金で買うんだったらなるべく高値をつけてお金を払いたいと私は思います。二足三文で愛を買うなんていうのがあるからちょっと陳腐になるんですけどね、私はね、どうせ愛をお金で買うならなるべく高く値段をつけて目の前の人に愛情を金額で示すってことはしていきたいなと思いますね。まあ、それこそが、はっきり言ってお金で愛を買うってことになるのかなと思いますけど、いかがですかね。まあでも普段そんなこと細かく考えてないですけどね、今回のコーナーでね、ちょっと深掘りするようになってきました。どうもありがとうございます。まあでもね、この年になって外車に乗ると思わなかったって言葉を言わせれる、やっぱすごいですね。感動しましたね、それはね。私もね、何か、びっくりさせたいなと思います、そういう意味では。はい、いってらっしゃい。